はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。まさふぎです。今回は静岡県の浜名湖で雪深瀬で成功釣りをしてきたので、この動画をご覧ください。ねえねえ、まさふぎ。なんだい？餌は何をつけてるの？餌はね、青い染めです。はい、こんな感じで来てます。とてもね、元気がいいですよ。群れでいっぱいいるんだね。そうなんですよ。こんな感じでですね、口を大きく開けて餌を吸い込むような食べ方をします。なんかね、愛嬌があってね、可愛いですよね。食べるの？いやいや、食べたりはしませんよ。その場で逃がします。そうなんだ。仕掛けに特徴はあるの？あるんですよ。仕掛けの浮きにテミホタル25というサイズの発光体を装備できるので、夜釣りでも活躍してくれる優秀な浮きです。そうなんだ。夜釣り楽しそうだね。はい、夜釣りはね、楽しいですよ。今ですね、発光体を入れてます。これはですね、ダイソーさんの25というサイズのケミホタルになります。このまま暗くなるまで生後釣りを楽しんできました。本当に楽しそう。はい、とても楽しいです。この時期はですね、数釣りができますので、皆さんこういう、ね、釣り方もたまにはいいかなと思って動画にさせていただきました。今回はこの辺りで失礼いたします。それでは次の動画で。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。Yeah.